はい、皆さん、こんにちは。テリオンの小ネタのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、本日はですね、このテーマについて見ていこうと思います。美味しんぼが継承する松茸問題。ということで、改めまして皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。約4年から5年ぐらい実況等々させていただいております。2019年の9月からスタートしているんですが、病気でですね、半年以上ちょっとですね、プレイできない時期がございました。ただありがたいことにですね、チャンネル登録していただける方は増えておりまして、現在ですね、328名の方に登録していただいております。ありがとうございます。この動画が投稿されるのはですね、多分7月26日とかになるのかな。まあそれぐらいだと思いますが、実況動画についてはですね、2025年のですね、10月末日まではですね、すでに18時に毎日投稿されることが決定しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して遊んでいってください。2024年のですね、年末までにはですね、チャンネル登録していただける方1000名を超えてくることを願っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してください。Hello everyone, my name is Terry. I am a game writer. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 4 years, but I sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. Remember, if this is your first time here, please click the subscribe button. ということでですね、見ていきましょうか。こちらですね、美味しんぼというですね、漫画があるんですが、これがですね、凄まじくですね、大人の漫画でございまして、かなりですね、いろいろなところにですね、切り込んでいくですね、漫画でございます。なので、まあ、一冊あたりですね、200ページ後半ぐらいあるんですが、結構ですね、普通に読書しているのと変わらないぐらいの文字の分量があります。ということでですね、今回ですね、その美味しんぼの中でですね、語られていたですね、松茸の問題についてですね、見ていこうと思います。基本的にですね、文面をですね、結構ですね、まあ読みながら、皆さんとね、共有していければいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。うひゃー、これはたまらん。さすがは丹波の松茸や。香りは爽やか、味は濃厚。お出したのは丹波でも、近年稀に見る素晴らしい松茸です。そうだろう。こんな松茸食べちゃったらもう他に松茸食べられないよ。しかしこの丹波の松茸がいつまで食べられるのか。今丹波の松茸は危機に瀕している。何？危機に瀕している？取材したビデオをご覧ください。ということでですね、ここでね、丹波の方に、やっていくんですね。これがですね、究極のメニューとですね、至高のメニューというですね、二つのですね、まあ料理対決をする展開になっているのが、その至高のメニュー側ですね。まあ、その代表が貝原雄山というですね、主人公である山岡四郎のお父さんがですね、まあ、考えているのが至高のメニューというですね、メニューなんですが、まあ、この貝原雄山という男がですね、もう本当にですね、なんだろう、かなりですね、もうスーパーマンなんですよ、この人。ただ、本当家庭とかを全く顧みない男でですね、非常にですね、息子のね、山岡四郎さんは、嫌っているという人物なんですが、前回読んだわけじゃないからわからないんだけど、お母さんもね、まあ、貝原ユーザーにね、殺されたようなもんだみたいな話をしてたんですが、それがね、本当かどうかっていうのがちょっとわかんないんですよね。っていうのはね、どうしてそういうふうに思ったかというと、まあ、出してくるね、ご飯に対してずっと文句ばっかり言ってたから、まあ、それでね、ストレスでですね、まあ、お母さんが亡くなったんだっていうふうにね、山岡四郎は言ってたりしてたんですが、まあ、それがね、果たして本当にそうだったのかというところがですね、まあ、どっか漫画の多分ね、途中で語られてれると思うんですが、なぜね、110巻ぐらいあるんで、もうそこまではですね、さすがにね、把握しきれていないんですが、まあ、とりあえずですね、その貝原雄山という男はですね、まあ、その料理に対してですね、非常にですね、繊細な感覚を持っておりまして、味ももちろんのこと、見た目ですね、そしてですね、まあ、素材やら何やらにすごいこだわりがあるんですよね。で、そういうのはですね、さらにですね、陶芸であったりとか、あとですね、服であったりとかですね、家であったりとか、そういうところに全部ですね、反映されていてですね、すごくですね、まあ、なんだろう。すごい文化人なんですよね。
まあ、それと比較してね、山岡志郎さんはですね、まあ、味とかですね、料理についてはですね、洗練されたものを持ってるんですが、まあ、文化的なものについてはですね、確かに知識等はあるんですが、そこまで気にしないっていう感じ、なんですよね。まあ、そこら辺のね、差異等々もですね、面白いなと思いますが、さあ、その至高のメニューのね、代表者である貝原雄太さんが丹波にやってきました。先生ようこそ。ヨデンさん、ご無沙汰しています。本当の丹波の松茸を食べたければ、ヨデンさんご夫妻の大和旅館が一番だ。美食クラブも最高の松茸を送っていただいている。この美食クラブっていうのはね、貝原雄山が、企画しているですね、まあ、料理の、なんだろう、秘密クラブみたいな感じ、うん、そこに行くと、すごいね、美味しい料理が食べられるということなんですよね。よく存じております。松茸取りの名人をご紹介します。現役の名人、松岡みどりさんかな。引退した名人の畑源太郎さん、畑明治さんですかな。松茸狩り、今日はよろしくお願いします。いや、お二人のその服装では困りますね。どうしてだ、以前と同じ服装だが。先生が最後に松茸狩りに来られたのは10年も前のことですよ。確かにあの頃はハイキングのような感じで緩い山を登りながらいくらでも松茸が取れました。しかし今は本当に狩りですよ。厳しい山を登るんです。なんとということでですね、これ貝原雄山さん驚いているんですが、松茸が取れなくなったことは承知していたが、この丹波の山でもそうだったのか。松岡さんたちのお話を聞いてください。丹後の松茸が粉に減った原因は、松食い虫や、松茸は健全な赤松の根の周りにしか生えん。その赤松が虫食い松にどんどんやられとんのや。松食い虫がどうしてそんなに急に繁殖するようになったんですか。外国から材木を輸入するからや。え？領土、これは日本の林産業の問題でもあるぞ。重大な問題だ。はい。外国からの木材の影響とは何ですか。外国から松材を輸入するやろ。日本在来のその松の木に松食い虫の線虫が入っていて、日本在来の松のまだらカミキに寄生したんじゃ。それが日本中に広がって赤松を殺し、松茸が滅びてるんや。外国から輸入した木材に松食い虫が？日本の林産業は今、外国から輸入する価格の低い木材との競争で苦しんでいる。しかしそれが松茸にまで影響を及ぼしていたとは。とにかく今日松茸狩りをする山に行きましょう。ということでですね、山に登っていきます。ここや、ここには赤松がまだ生きておる。まさか、松茸狩りを以前にした山はのんびり歩ける斜面だった。これでは山登りではないか。先生、お分かりいただけましたか。こんなところでしか松茸は取れないんです。なんということだ。松茸の滅亡は日本の山林、いや、日本の水防の象徴だ。これでは日本は滅びる。っていうね、っていう意見があるんですが。ちょっとこれは飛躍しすぎだよなって思うんだが、これでは日本は滅びるってね。まあ、確かにそうかもしれないけど、今松茸のことだけしかまだ見てないからさ、これで日本は滅びるってのはちょっと言い過ぎな感もあるんですが、ね、うん。まあでも、ね、まあ松茸がまあ日本の象徴であるということをね、貝原雄山は考えているんでしょう。それがね、なくなるということは日本の滅びにつながると、ね、いうことを考えているんでしょう。うん、まあ、ちょっとね、セリフは極端だけど、これぐらい言ってくれた方がインパクトはあるよね。あの貝原雄山がこんなこと言うのかというね。うん、今はこんな急な山に登らなければ松茸は取れないんです。先生が10年前にいらっしゃった時は、草履でも歩いて登れる緩やかな山でいくらでも取れたのですが。先生、一応、地下旅をご用意しましたが。やん。本職の真似して松茸を取ろうとは思う。まあ、貝原雄山が松茸を取る絵をね。書きたくなかったっていうのはあるんでしょうね。貝原雄山はそういうのをね、自分でするって、なんか、姿をね、晒すようなタイプの人間じゃないからね。うん。松茸狩りといえば、女子供にも楽しめたものだったのに、こんなことになるとは。先生の代わりに私が、ということでですね、美食クラブの料理長のですね、支配人かな？中川さんが行くことになっておりますね。いや、これはきつい。無理なさらないでくださいよ、支配人。ここを下がったとこにあるんやないかと思うんやが、どれ行ってみよう。今度は急な下り斜面を。こりゃ厳しい。あったで。おう、本当に。引っ張ったらあかん。根の奥まで深く指を入れて、
水量にそっと持ち上げるんや。取れました。やったな。取れたか。はい、だいぶ苦労しましたが。この急斜面を登ってこれだけか。はあ。以前私が松茸狩りをして山に連れて行っていただけないか。一応ご覧になりますか？ここです。昔はこんな低い山の6畳くらいの広さのところに立派な松茸が50から60本生えてましたね。そんなに？先生はそれを経験されたんだ。今となっては嘘みたいやな。ここの赤松も松食い虫にやられているようです。枯れて幹が白くなっている松の木が見えるでしょ？しかも、草木や雑草が茂っていて入っていけません。あ、雑木だ。雑木や雑草が茂っていて入っていけません。誰も手入れをしないんですか？なんということだ。先生のご要望で、京都樹木委員の伊藤武さんかな？伊藤武さんと丹波農林振興事務所の方たちを私の家にお招きしています。京都樹木委員の伊藤武です。丹波農林振興事務所森林専門員の井田康介ですかな。同じく井上康、なんだ、字が読めない、治ですかな。今、松茸が非常に厳しい状況にあるようですが、日本で過去最高に松茸が取れたのは1941年の1万2000トンでした。ところが今は、豊作の年で70トン、凶作なら40トン。70年ほどで200分の1になるというのは異常です。その理由は日本が豊かになったことです。どうして日本が豊かになると松茸が取れなくなるんですか？プロパンガスの販売量が増えるのと反比例して松茸が減る。石油やプロパンが入る前は、広葉樹を使った炭、薪、芝かなが重要な燃料源でした。丹波の人たちは山の広葉樹を切って京都に売ることで生計を立てていた。炭、薪、芝が使われなくなると人々は山に入れなくなり、雑木が増え、その落ち葉が腐葉土になる。ところが、松茸は腐葉土では育たないんですよ。腐葉土は豊かだから松茸が生えやすいと思ったら逆なんですね。昔は人が山に入っていたから、松枯れがあってもすぐに切って燃料にしました。基本的に日本人の生活が変わってしまい、今は雑木が茂り、松は松食い虫に荒らされ、綺麗な山ではなくなったということなのだな。荒れたのは森林だけではありません。1970年以降、林野庁の推薦する杉などの植林面積がぐっと上がってきて、それから4、50年経った今、当時植林した木が使える状況なのに使えない。輸入材に完全に負けているんです。外国では欲しい木材の寸法をコンピューターに入れ、山で作業しているオペレーターに届くと、直ちに切り出して送ってくる。日本はそれができないんですか？日本の山は斜面が急で、切った木を運び出す道がない。向こうは畑に植わっているようなものですから、大きなハサミのような機械で挟んで切ってすぐに加工に回す。うひゃー、道を作るところから始めたんじゃ相手にならんわ。輸入材に勝てないから山は放置されているんです。環境を変えた時に干ばつはしなければなりません。だが干ばつで森林所有者は儲からないから何もしない。日本の材木を売れる仕組み作りが一番大変だな。結局山に人が入る仕組みを作ることが大事なんです。日高町にある神鍋白炭工房の田沼茂之さんが画期的な炭焼き法を開発しました。トロッコで炭を引き出すので、炭をかき出す作業がなく3分程度で火消しができる。息子のなんとかさんがそれはいいと畑の仕事を辞めて炭焼きの仕事に入りました。いい炭なんですか。水気がよく日持ちがよく弾けない使いやすい炭です。ほう、料理人には興味があるな。そうやって山に人が入れば荒廃から立ち直って松茸のできる環境を取り戻せますね。ところで伊藤先生はご本に松茸を果樹園感覚で増やすと書かれていますが、松を実らせる果物と考えて松を作るところから始めるんです。そして松茸菌を根につける。うまくいきそうなので確率を高めようとしているところです。うまくいけば楽しみですね。ここで松茸をたっぷり使った贅沢なすき焼きを召し上がっていただきますと。うん。で、ここでですね、みんながですね、松茸を使ったですね、すき焼きをね、食べてですね、山岡くんがですね、贅沢しやがって、というふうにですね、言いますね。このすき焼きを召し上がって、いかに松茸が山の自然状況と深く関わっているかご理解ください。いや、本当に日本の山をなんとかせんといかんな。日本の環境問題を考えるときに林業を取り上げなければなりません。そこで私たちは三重県、
木の北町の早見林業を訪ねましたと。うん。さあ、これで林業家の方が紹介されまして、でここでですね、これは素晴らしい美しい林ですな。この手前の木は200年生で、後ろは100年生です。200年生でも杉なら100万円しません。え、200年も経った杉が？そんなバカな。それが現在の真実です。日本の家屋で木材を、それも国産の木材を使う率は恐ろしく低い。どうしてですか？一つは日本の建築学会が1959年に木造建築を否定したんです。一級建築士の試験では木造についてほとんど扱わないし、大学でも木造建築をほとんど教えていない。これがね、びっくりしたんですね。これ今でもそうなのかな。建築学会が木造建築を否定した。耐震性を第一にするからだ。だから木材の値段はずっと下がり続けた。山林を30万坪持っている人たちの年間収入は36万円程度ですよ。そんな、昔は山持ちは億万長者だったのに。信じられん。30万坪ってとんでもねえ、ね、坪数だと思うんですが。36万円しか手に入らないの、それで。それ林業とかにね、活用してもっていうことなんでしょ、多分。っていうか、持ってるだけででも固定資産税とかさ、いろんなので赤になっていく可能性もあるもんね。どうして30万坪の山林で年に36万円などという低収入になったんですか？外材の関税はゼロな上に円高になったから外材の値段が安くなる。日本の林業はコスト的に対応できなかったんです。今円安になってるからね、逆に国産のね、林業が頑張れるチャンスっちゃチャンスだよね。うん。外から買うより絶対中で伐採して使った方が安くなるもんね。それに新聞などが木材は火事に弱いとの印象を一般に与えてしまったことなのですね。木を植えてから商品になるまで何年くらいかかるんですか？50年ですね。昔は家で誰でも木を使って何か作っていたし、農業用の杭、建築現場の足場などに若い木が売れたので、それで植林の費用を回収できた。だが今はそういう需要はないから、建材に使える太さになる50年くらいまで全く収入がない。これランニングコストやばいね。50年かけてようやく回収できるかってなるとね、もうね、下手したら2世代ぐらい回ってるからさ。これは苦しいよね。これだけ不利な条件が重なっていては厳しいのも当然だ。しかし私たちも漫然と手をこまねいているわけではありません。林道を作り機械も導入しています。はて、森林関係の方は日本の山は斜面が急だから木を運び出すための林道がないと聞きましたが、それは間違いです。私の山も、なんとかさんの山も林道をたくさんつけています。へえ、驚いた。日本の特殊性に甘えず積極的に取り組んでおられるのは立派だ。また林業で大事な苗作りも独自の取り組みをしています。苗木生産担当の川端ですと。まず私たちは短期間で苗を作ることを目指しました。行政の決めた大きさの苗木に育てるのには2、3年かかるし、根が横に広がる。普通はその根を短く切って植えるが、私たちは切らずに植えたい。すると直径30センチもの穴を掘らなければならず、1日60本植えるのがやっとる生産が合いません。採算が合いません。それなら発想の転換で苗木を小さく作ろうと考えたんです。挿し木にするための挿し穂をビニールに挿し込んで半年ほど経つと根が出てきます。これでも植えます。半年もビニールのおかげで根がまっすぐ伸びているから早く丈夫な木になる。掘る穴の直径も小さくて済むから1日500本、1000本と植えられます。それは素晴らしく合理的だ。これなら農家の休耕田でおばあちゃんにも作れます。私は苗木生産はみんなの仕事になるようにしたいんです。それは良い。日本の森林再生の大きな力になる。まあ、森林はむしろ余ってるっちゃ余ってるもんね。まあでもね、大規模伐採とかでね、ソーラーパネルとかがですね、大量にね、山の斜面とかに置かれたりしてるんで、まあそこら辺を考えると、やっぱ再生するときのね、一つの、まあやり方としては新しい、手段は持っておいた方がいいですよね。さ、戦争直後、たくさんの人にですね、働く場を与えたものの一つが、戦時中に荒れ果てた山の造林事業でした。それで今、日本にこれだけの森林資源があるんです。では、林業の活性化は日本経済の回復に寄与しますね。しかも、活性した山は、地産、地水機構があり、二酸化炭素を吸収して温暖化を防ぎ、環境保護に役立ちます。
それが今回我々が林業を取り上げた理由です。もう一つ考えてほしいのは、外大の2割は違法伐採だということです。違法伐採？南米や東南アジアで森林を違法伐採しています。土地の住民は森を奪われ、水も出なくなり、悲惨な生活に追いやられています。もちろん森林環境は破壊され、世界規模の環境破壊を引き起こしているんです。外在にはそんな問題もあったのか。安さに連れて外在を買っていると、日本の林業の疲弊、環境の破壊など思わぬ問題を抱え込んでしまうんだな。はい。というような話なんですが、あれね、結構松茸の、ね、話が、そんなに、なかったな。さて、まあ、今回はですね、これぐらいにしておきましょうか。あとはですね、遺伝子組み換え作物とかですね、そんな話もね、出てくるんですが、まあ、テーマとしてはですね、一応、まあ、今回は松茸だけにしておきましょうか。まあ、松茸というか、まあ、林業だね。松茸はね、取りにくくなっているっていうのは、まあ、外在がね、入ってきているからが原因で、その外在についている、まあ、虫、松食い虫によってですね、赤松がやられてしまっていると。まあ、そのせいでですね、松茸が生えてくる場所がなくなってしまい、松茸が食べられなくなってしまっているということであるという話ですね。で、かつ、それによってですね、日本の林業自体がですね、さらにですね、安い、木を外国から買うことによって、日本の林業自体がもう成り立たなくなってきていると。確かね、別の話でもあったんだけど、かなり林業ってもう減ってて、なんか7000個ぐらいしか事業者がないらしくて、国内にね、確かね。相当数が減ったらしいんですよね、林業自体のね。まあ、それでもそれがすごく儲かってるってわけじゃないだろうから、ね、結構、だからきついですよね、そういった意味ではね。でもなんかそれを、なんかね、これはね、これは多分ね、違う、美味しんぼじゃない記事で見たんだけど、林業をしててですね、林業自体でですね、発電装置を作ってしまったっていう人がいるんですよね。確か、岡山県かどっかのですね、真庭市ってとこだったかな、に、そのね、会社があるらしくてですね。で、それがですね、木を切った後に出てくるですね、木くずみたいなですね、本来捨てられるようなものをですね、発電、する機械に突っ込んでですね、まあ、炉の中に入れて燃やしてしまうとですね、それでですね、かなりのですね、発電が得られるということらしくて、まあ、さすがにですね、すごくたくさん発電するようなですね、プラントと比べるとですね、それと比べればそんなに発電できるというわけじゃないんだけど、でもですね、自分のところの作った電気で、ほとんど全部賄えるんで、まあ、電気代はタダであるし、そのゴミを捨てる料金もですね、産廃みたいな感じで、業者に頼んだりして、かかってくる経費とかもゼロになるし、なんだったかな。なんかね、年間で、ね、4億円ぐらい浮いたってね、書いてありましたね。すごい規模のね、お金がですね、かかってたものが一気になくなってですね、しかもですね、さらにですね、さらに、それだけやってもまだ余るらしくて、その木くずってやつがね。で、その余った木くずをですね、なんかですね、カプセルみたいなやつ、形にしてですね、専用のですね、ボイラーを、作ったらしくて、その中に入れるとですね、まあ、石油とかを使わずにですね、木くずを燃やしてですね、周りを温めることができるっていう装置をね、開発したらしいんですよね。で、それをですね、自分たちのところだけで使うんじゃなくて、まあ、いろんなところにですね、使ってくださいみたいな話をして、売りに行ったらしいんですよね。で、ちょうどその頃ですね、まあ、オイルですね、石油の取引がですね、不安定だった時期で、価格がですね、めちゃくちゃですね、乱高下してですね、3倍ぐらいのね、安い時と高い時で差があったっていう時期だったらしくて、だから、なんか思い切ってですね、その価格がですね、もう、一定の価格でね、売られてるから、その、ボイラーと、そのね、燃料になる木くずがね、だからそっちに切り替えたっていうですね、業者の話が載ってまして、で、これですね、さらにですね、
行政がね、支援をしてくれてたらしくて、なので、そこにですね、補助金が出てですね、そのボイラーみたいなのを買うのに、ちょっとね、安く買えるという状況までですね、持っていってですね、その市全体がですね、その、新しいですね、エネルギーをですね、後押ししてるっていうですね、そういうね、記事を見てですね、これはね、面白いなって思いましたね。うん。まあ、本当にですね、まあ、新しい燃料でですね、本来は捨てるべきようなものをですね、再利用してですね、しっかりですね、何だったかな、森林バイオマスだったかな、なんかそんなような感じで言われてるらしいんですが、しっかり再利用してですね、さらにですね、新しいエネルギーとしてですね、発電だけじゃなくて、温めたりですね、あと冷やすときにも使えるらしくてですね、冷房の代わりにもね、なるらしいんですよ。仕組みはよくわかんなかったんですが、冷房の代わりにもね、どうやらなるらしくて、だからね、非常にですね、いい取り組みだなというふうに思いましたね。うん、ただまあ、これを日本全国でやるとですね、本当にその利益優先でですね、木たくさん切っちゃうとこ絶対出てくると思うんで、そうするとまた需給のバランスが崩れちゃって、ハゲ山がですね、いっぱいできてきてしまうと思うんで、まあ、そこはですね、考えもんだと思うんですけど、まあ、ただね、新しい産業としてこういったのがね、できていってるっていうのはね、面白いなと思いました。はい、ということで今回はですね、美味しんぼを継承する松茸問題という話ですね、ちょっと話短かったですが、伝えさせていただきました。またですね、いろんなですね、問題がですね、いろいろ継承されておりまして、長良川のね、ダム問題とかですね、結構ね、読んでて面白かったなというものもあったので、あと、築地の問題ね。まあ、そういったのもね、出てたんで、またそのあたりもね、伝えられそうだったら伝えようと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。